思ったより結構でかいですね。船の運航なんですけど、その残る場合ね、こういう感じで人がね引っ張っていったということですね。昔ながらのね町並みはもちろんあるんですけど、やはりその地名とかね、地名としてねまだ残ってる境町商店街って結構なんか面白そうな感じの商店街ですね。なんかあるのかな。すごいな起伏が。はい、皆さんこんにちは。今日は岡山県の、ね、高梁市に来ております。これはもう城下町になるんですけど、もともとは、ね、その鎌倉時代、1240年ぐらいほどから、あったということで、今日はね、この町並みをね歩いていこうかということで、来ております。高梁船ということで、高梁市の横市にね高梁川という大きな川が流れてるんですけど、まあ、これここからねその高梁船というのが、倉敷の方に、降りていったということですかね。よいしょ。おったより結構でかいですね。船の運航なんですけど、その残る場合ね、こういう感じで人がね引っ張っていったということですね。だから陸からかな、浅瀬から引っ張って、で船の中で漕ぐ人がいるということで、はい、今現在地がこちらなんですけど、まあ、基本的にはこのエリアですね。で、備中高梁駅がこちらにあるということで、というわけで、まあ、この備中高梁なんだけど、まあ、あるね一定の季節になったら朝方ね雲海が、見えるということで、まあ、それに対してその天空のね城という名前になってるんですよね。起伏が。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これ結構面白いですね。この交差点を左に行くと、はい、地図を見るとね、当時の鉄砲町とか、大工町、鍛冶町とか、その当時のその名残がね、
分かるんですよね。まあ実際そういう場所だったと、いうことですね。栄町商店街と、結構なんか面白そうな感じの商店街ですね。なんかあるのかな。はい、商店街のね、中に入ってるんですけど、またこれもね、普通の一般道の中にね、こうやって商店街があるということで、レコード、CD、テープ、近づいてきますね。おいで。だいぶ近づいてきますね、これ。純正女学校って書いてますね。純正女学校があったのかな、ここは。というわけで皆さんお疲れ様でした。今回はね、城下町備中松山城のね、城下町をねピックアップさせてもらいました。まあね、その昔ながらのね町並みはもちろんあるんですけど、やはりその地名とかね、加治町とか大工町とかいうのがね、地名としてねまだ残っているということで、またね興味ある方はぜひね行ってみてください。はい、それでは今日はこんな感じで、終わろうかなと思います。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。